はい、皆さんこんにちは。ナナの番組のナナです。今回はですね、そろそろクリスマスということで、私はサンタクロースに頼むのは小学6年生でたまごっち 4U プラスです。あれ楽しそうなんだもん。なんかタッチしたりするのが大好きで、で今回は、まあ、液晶画面のついているもののおもちゃをね、私が持ってるおもちゃの商品紹介、まあ、まだいっぱいあったんだけど、私が今持ってこられた範囲でもちょっと紹介したいと思います。まず1台目、1個目、2014年のプリパスを頼んだんですよ。2014年のクリスマスはこれね、めっちゃなんかドル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 してる、ね、いいねこれ。でも次新しいの出ます。なんかこうパカってやるやつだけど、中に入ってるものは全然変わりません。これミレちゃんのやつなんでいいと思いますよ。ゲームだけを紹介します。こうするとメッセージは決められてるんですけれども、こんにちはとか言うとこうハローって書いてくるというものがあります。私これはこのゲームのおすすめ、これだけね。あ、これカメラできるんですけど、結構ね画像悪いです。はい、画質が悪い。以上です。これ楽しいのはジャラジャラつけて遊ぶっていうのが楽しいね。これかわいいよね、めめめのクラゲ。次 LINE ですね。これね、一番古い機種のやつです。すごく古いやつ。これ今さ、なんかさ、スマホとこれ通信できるとか書いてあるけど、これスマホと通信できません。これあんまりおすすめしない。これあのたまごっちです。もうつかないたまごっち、電池を入れてもつきませんでした。デコってますね。次はもうこれもつかないですね。ボタン電池だから、なんかどこに何が売ってるのかわかんないんだけど、これもたまごっちのキャラクターのやつです。私結構持ってるんだよね。あのハートのさ、ボタンを押すとポンポンポンってなるとさ、なんかポンポンポンってやつも持ってるんだけど、ちょっと今持ってこなかったね。これ面白いよ。本にして。これはお小遣い買ったから。あ、電池交換してください。交換しないよ。これね、白黒だけどね、写真撮れるんだよ。これは携帯ではあります。まあでも、これね、1時にメールが来たり、2時にメールが来たり、3時にメールが来たりとか、1時間ごとにメールが来たり、あと、ハムちゃんっていう人とメールができたり、あとこれ持ってる同士でメールができたりするんで、すごく楽しいです。以上、今日私が紹介したかった機械物を紹介してみました。クリスマスはたまごっち 4U プラスが欲しいです。サンタさん見てますか？